はい、おじです。アプリ、これ、ダフィットだね。今ね、マニュアル見てたら、ダフィット。ね、これよくいろんなので使うよね。まあ、大体もうスマートウォッチって言うと、もう、どれかなんだよね。で、これは登録しなくても、今ダウンロードしたんだけど、登録しなくてもいけるやつだと思うのでね、そのまま追加することができます。今ここに認識してるんでね、もう今ペアリングするだけです。でこれを選んで、あ、やっぱあれか、一応あれか、内容は入れなきゃなんないんだね。でも何もしなくてもそのまま使える。これがダフィットのいいとこだね。ペアリングタップしてくださいって出たけど。それで、ここからいろんなことができるんだよね。これを入れてやっと。で、ダフィットの場合は、ちょっとこれズームする、これね。ダフィットは、まあ、体重を自分で入れて、血中酸素濃度 99%。もうこれさっき測ったやつがここに反映してるんだね。何にもしてないのに。で、血圧がここに反映してる。あれ、あれだね。こっちだともう、日本語で全部わかるんだね。この血中酸素濃度と、血圧がわかるわ。ね。タップしてくれってどういうこと？ペアにして設定って。消えちゃうんだもん。ほんと。タップしてくれって、パッて逃げちゃうからさ、タップできないんだけど。なんで逃げるの？で、こっちの方は日本語になってんのかな？あ、日本語になってる。あ、全部、はい、日本語になってます。ね。さっきペアリングする前は、英語で、言語設定できなかったから、あー、アプリ入れなきゃー、って思ったけど、ちゃんとこれで、ね、日本語になってます。全部、もう、時刻とか、全部。だからもう、ペアリングとしてって、ほんとこれね、ほんと、すぐ逃げちゃうからさ。これで今、ペアリングできたんだね。あとね、ほんとなんか、ピンポンダッシュみたいなアプリだね、これ。それで、なんか、ああいうのフィットネスプログラム、なんかあるんだね、なんか、筋肉のどうのこうのっていうのは。で、今、メイン画面、これ、この時計ね、今、時計のここにあるのが、こっから、こうやってタップすると、ほら、もう変わるんだね。瞬時に変わる。これね、もうちょっと、こう、撮影しにくいな。ね。こうやってタップすると、瞬時にこのように変わります。ね。まあ、このアプリは結構便利だね。ね。で、ここでなんか、ギアダイアリーってのがあるから、ここのところから、好きなのね、これ100個ぐらいあるから、なんかこう、なんていうの、カテゴリーがあって、この横にずっとなんかこう、いろいろあるんだけど、まあ気に入ったのをね、こう、じゃあどっちかというと、こういうやつの方が、こういう、ちょっと待って、こういうったって見えないね。こういうウォッチウォッチしてる方がおじいは好きなんで、ね、パックマンじゃない方がいいよ。こういうやつ。申し込み。これで今ダウンロード中。ね。で、ダウンロードとか、結構ちょっと時間かかるね。でも待ちましょう。ね。待ちましょう。ぐん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 。ね。でも明るいね。こんなに離れてるけど、結構、はっきりくっきり見える。細かい文字でも、すっごい明るいから、くっきり見えるね。プロジェクターもそうだよね。
プロジェクターもさ、明るいプロジェクターだと細かい文字までくっきり見れるんだよ。だモニター系ってそういうもんなんだろうね、きっとね。いや、ダウンロードはちょっと時間かかるな、これ。ほほほほ、落ちるんだよ。ねえ。これがもうちょっとこう素早くドワーッと言ってくれると嬉しいんだけどね。まあ、プログラムによると思うんだけど。ね。まあ、待ちましょう。でも、かっこいい。かっこいいよ。何よりもなんか嬉しいのは、軽いよね。軽い。軽いけど多機能。ね。軽いけど、見た目がね、ほんと、安っぽくないんだよ。すごく。かっちょいいよね。いや、ほんと、リーズナブルに手に入った方、ね。もうふふーだね。もうふふー。もうふふー、もうふふー。んで、まあ、暇だから取扱説明書でも見ようか。よいしょ。うわー、なんかイレーダある。ね。ピント合わないね。楽天ハンドピントが合いません。ね。よいしょっと、今こうやって撮影してるんだね。まあ、しょうがない。充電中とか、なんか大きい文字はわかるけど、ちっちゃい文字はね、もう全然わかんない。アクティビティって何？カロリーとかなんか、あ、もうそろそろかな？もうそろそろかな？あ、これで、おー、来た！おー、おー、かっこええ！かっちょええ！針の動きが、なんだっけ、アズマウォッチとかさ、なんだっけ、前、高級なの、ほら、あったじゃん。アズマウォッチとなんだっけ、もう一個、なんとかっていうの、あったじゃん。やたら3万円ぐらいするたっけやつ。で、ああいうのにさ、こういうアナログっぽく、こういう細かくてさ、うわー、いいって言ってたけど、いや、もうこのクラスです。これが実現するんだね。かっちょええ、この秒針の動き。安いウォッチはチだったのに、このチチチチチチが、にるーって動くのがあるんだね。いや、嬉しいな。ちょっと、他にも見たいな。いいね。まあ、これはダフィットの機能なんだけど、ダフィット。ね、これがもっと精密なのかな。ここら辺のシリーズ。あ、これかっこいい。これいい。これ欲しい。機械仕掛けみたいなやつ。そうすると、あれ、ズームがダメ。そうすると、もともと入ってるのを全部入れ替えられないんだよね。これ好きなものに全部入れ替えられたらいいんだけど、一個だけなんだよね。自由にできるのは、多分。だから、あれいらない、これいらないって、あ、戻れないのか。これやってる。ね。10個登録できるんだったら、自分の好きなもん、ダウンロードしたものを10個できるようになるといいんだけどね。なかなか難しいんだろうね、それは。だいたいデフォルトで入ってるやつってさ、欲しいやつ限られてるよね。で、それで満足するんだったらダウンロードしたこといいって話だからね。まあでも結構、なんていうの、デジタルだからこそ、なんか現実になってる、アナログとデジタルのなんか融合したようなやつとかね、いろんなのがあるから、楽しいよね。ただこれダウンロードするときは、他に何もできないんだね、これね。こう、戻ることもできないし。
で、やたら抜けちゃうと、多分、あれなんだろうね、こっちに行けないんだ。待つんだ。待つんだ。明るくてかっこいいのは分かったけど、とりあえずダウンロード中。いや、明るいなー、これ。ほんと、嬉しくなっちゃうぐらい明るいね。軽いから透けてても、なんか、手の負担にならない。負荷にならない。ね。で、大きくて見やすい。本当にこれ、あれなのかな ?1.47 インチなのかな?すごいでっかく見えるんだけど。ね、四角いのでさ、なんだっけ、約2インチのやつ紹介したことあったけど、ね、あれも大きいって言ったけど、いや、これ、大きいよね、これ。それぐらいあるよね。1.47インチってなってたけど。はい、あともうちょっとだね。足しびれてきちゃった。あ、お風呂沸いてる。ちょっとお風呂切ってこないと。お風呂切ってくる。お風呂、お湯が。よいしょ、ただいま、どう?おお、なんかちょっとかっこいいぞ。パッと見かっこいいけど。あ、すごい。これいらないけどね。かっこいいけど、ここら辺のギア動いてねえんだな、これ。ギアがリアルタイムにこう。高いやつはギアがリアルタイムに動いてたけどね。これそこまでいかねえのか。もっとないかな。あ、でも、他の機能を見ないとね。まあ、ダフィットなんで、だいたいもうわかるよね。みんなね。ダフィットだから。スマートウォッチは何を買ってもアプリがもう、4、5種類ぐらいしかないんでね。本当に、いやー、ここら辺のなんか、かっちょいいやつ。勝手になんか、勝手におかしくなったし。あ、なんか今ここになんかあったけど、なんか勝手に消しちゃった、今。今なんだったの?なんかここにかっこいいのあったのにね。今ダウンロードしたの、これでしょ?これさ、本当、全部入れ替えることができたらな。こういうのが結構硬派だよね。ね。ここら辺はなんかクラシックって書いてあるけど、そんなクラシックっぽくないような。こっちの方がどっちかというと、クラシックだよね。そう思いませんか。これはカラフル。中にはね、面白い仕掛けのやつもあるんだよ。確か、アニメーションのやつとかね。中でヒューってこう逃げていくとかさ。これが新しいやつ。ああ、勝手に出しちゃう。本当ね、おじ、スマホとかタブレットね、嫌いなんだよ。本当に、思うようにいかないから。ね、やっぱあれだな、どこ行った?これなんだろこれなんだろう。あ、デジタルか、これは。デジタルか。ね、なんかもうこれ見てるだけでさ、
あっという間に一日終わっちゃうよね。さっきどれだっけ？これの方がよっぽどクラシックで、これか。これか。これがなんか一番クラシックっぽくない？なんとなく。ねえ。うん。だからダウンロード時間かかるな。で、うん、はい。まあ、そんなわけで、もう、スマートウォッチって言ったらもうほとんどこれだよね。あと、何の機能があるんだろう。欲しい、メールとか、そういうのもあれやらないし、うん。水分補給しろよ、セブブブブぐらいしか。だいたいね、血圧と、血中酸素濃度、ね。あと、脈拍取れれば、ね。もう同じだよ、スマートウォッチは。ね。皆さんどうでしょうか。で、あと、こう、見た目が変に安っぽくないか、手に当たるところが痛くないか、ね。で、熱すぎるとほら、痛いじゃん。ここ、ごついと。ね。これは本当、そういった面では、すごく優れてるよね。うん。いや、いいものを紹介できてよかった。これは。うん。手を振る機能ついてない。まだオンにしてない。ダウンロード中だから、何にもできないんだよね、今ね。ここもさ、すごくガラスがいいガラス使ってるよね。スマホと同じようなやつやね。すごい、磨きがかかってて、見た目も綺麗なんだけど、すごい触り心地がいいよね、この、トゥルットゥル感。ね。うん。ね。ほんと、ここ昨日痛かった。本当、ドライバーで、ね。ネジが、ね。手しわくちゃになってる。やばい。お風呂入って水分与えないと。ね。乾いたこのお手手に、水を与えてください。まだかな。まだかな、まだかな。学研のおばちゃん、まだかな、まだです。ね。みんな、どっちだった？学研の学習だった？科学だった？ねえ。だいたい科学が人気あるよね。面白いものがついてる。ねえ。でもうち両方取ってくれたんだよな。どっちがいいって言われて、両方して。おー、かっちょええ。あ、消えちゃった。これ腕振りオンにしたい場合どうするんだ？腕振りをオンにしたい場合、腕振り機能どこだろう？どこだろう？これは何だろう？なんとかカードを追加してくれ。わからん。これは、見せるなって連動する、省電力モード。画面時計って何？ああ、アナログデジタルだ、アナログ。アナログって何？画面時計アナログデジタル、オンにしろ。あ、オンにしろ。ああ、これ、あれか。これアナログってやると、画面があれかな。あれ、何も変わらんね。あれ？何今の？何だったの今。今、アナログ時計で丸になってるけど、これ、オンにするってあるんだけど、で、オンにすると何になるの？何も変わらないよね。何なんだろう。 何なんだろう。アナログだけ、時計だけのモードになるのかな。敷きっぱなしのモードになるのかな。ね。まあ、おじいはあまりよく使い方が分かりませんが、ね。うん。
まあ皆さんの方が付け方は、上でしょう。わかるな。この下は何？下のボタンは、ああ、機能ボタンね。というものらしいです。はい。そんなわけで、これがね、お安く買えるので、まだ、おじクーポン有効だと思うので、この動画の説明欄ね、もしよかったら見てみてください。アモ LED でこんなに見やすいです。もう、今までのウォッチはもう戻れない。ね。はい、以上です。またね。バイバイ。